シビルバ、皆さんおはこんばんにちは。おはこんにちは。はい、始まりましたよ、メロンソーダでどうも。メインパーソナリティの刹那です。アシスタントのキャッシーこと大山義久です。準レギュラーの成沙です。はい、はい、おはこんばんにちはってどの時間帯にも対応できる素晴らしい挨拶だと思うの、うん、ありがとうございます。でもね、うん、ハローで済むと思う、うん、じゃあハローって言いじゃあハローでいいじゃないですか。言ってから思ったんだもん、うん、あ、それはさておきですね、あの、はい、お初の方も多いと思うので自己紹介をせねば。はい、ということで、はい、刹那です。いや、好きな食べ物はたこ焼き。いや違う、あの、我々ですね、FM 大白というね、仙台市大白区をキーステーションにしております、コミュニティ FM で毎週月火水の、平日ね、月火水、午後10時からお届けしている番組メロンソーダでドンからやってまいりました三人衆でございます。へぇじゃないよ、へぇじゃないですよ、うん、ね、全くもって他人事です。ああ、はい、なんかこの通りで、あの、ゆるい番組でございますけどもね、はい、あの、ぜひぜひ、あの、電波の入る方はですね、聞いていただきたいでございます。いろんな電波が入ってます、はい、よろしくお願いします。電波に紛れて電波が入ってます、はい、そうです、うん、主に刹那のせい、はい、そんな我々がですね、うん、この度、大チャレ東北ミーティング DCTM のですね、宣伝を仰せつかりました、ね、DCTM、 うん、偉くなったもんだ俺たち、ね、本当にね、うんうん、どうしよう、 しっかりいただくものもいただいてどうしよう、しっかりいただくものもいただいて、いや、そういう DCTM じゃないよ、違う、うん、たこ焼き美味しいよ、いや、すごい今無理やりだったけど、もっと食べたい、もっと食べたい、 TM、 DCTM、 いや違う関係ない関係ない、あの、そういうんじゃない、大チャレ東北ミーティングはですね、はい、皆さん車をもっと楽しく、うん、ね、イベントでございますよ。車を楽しむ、うん、車を楽しむ、うん、そう、文字通り、お手前でみたいな、ね、いや、お茶じゃないよ、ね、このサスペンションがみたいなそういうの、そういうの、今腕ぶつけた、いや、いいよあの、聞いてる皆さんに伝わんないのやめてくださいぶつけました、いや、いいよ、伝える気持ち、君がなんか肘にあの、机ぶつけたっていうのはいいから、この回転数で立てたお茶がうまいお茶から離れようか、お茶から、車でもさっきお茶出てたよ、お茶はいいから、うん、そうね、お茶の話はいいから、はい、だから、ね、ま、簡単に言うと、あの、レースというかね、コースにね、はい、あの、自分の車で、ね、走って楽しもうという、うん、そうそう、自分の車を野に放つっていうイベント、いやちょっと違うよ、ちょっと違うよ、まだないよ、私有地の中だよ、うん、ちょっと違うけどね、まあ、あの、コースの中でね、うん、楽しく走ろうという、ね、そう、走り回ろうぜっていう、まあ、うん、でもお堅いんでしょ、いや、お堅いって何、いや、お堅くないよ、うん、うん、いろんな人がいますって、そうそうそう、うん、お堅い人から、いやいや、お柔らかい人、あの、まあ、ガチ勝負したい人もいるし、うん、ちょっと、まあ、あの、初めてでようわからんけどちょっと走ってみたいんですけどっていう人、あ、並んで走ってパッシング、いやそういうんじゃないよ、そういうんじゃないよ、そうそう、これね、うん、あの、 DCTM に関しては、これは1台ずつね、うん、うん、そうそうそう、走る、走るんです、峠とか攻めないの、攻めない、いや、峠ないでしょ、並んで走って、ね、ランプピカピカピカってやったら、もう、ね、違う、ね、そういうんじゃない、そういう峠道とかじゃない、うん、うん、そうそう、紙コップにお水入れて置いとかない、違います、あの、きちんと一周するようにできてるコースなの、そういう作品じゃないです、あれも一周するよ、いや、一周で、だから離れて、うん、その豆腐屋の車から離れて、離れてください、うん、危ないから近寄ったらいけません、うん、やめてください、そういうの、うん、使いづらいから、はい、ね、皆さんがね、こう、いろんな趣旨でね、まあ、楽しみ方は人それぞれという感じで、とにかく、まあ、一日、まあ、車で走って楽しもうというイベントでございます。じゃあ、あれなのね、車を楽しむって感じ、うん、まあ、見て楽しむよし、走って楽しむよし、うん、立てて楽しむもよし、車を立てて、だからお茶から離れろっつってんだろ、お手前で車を立てるんだって、いや、だから立てて、その時間をして楽しむよ、違いますから、だ全くまとまりがないけどもね、あの、こんなんで宣伝的にはいいんでしょうかね、いいんじゃないですか、いいんですか、使えないところはこうです、うん、あの、指でカットしますよねあとね、さらにこのイベントね、はい、どんな楽しみ方をしてるかっていう、うん、車が飛んで跳ねる、うん、えそう、適当なこと言ってるな、まあ、飛ぶように走るみたいな感じで、そば一つ、あ、ローライダー
もうガッションガッション、いるの、いるの、いるかもしれないし、いるのか、うん、なんか行ってみたい ね、うん、実際見てみたいね、そういう期待の目で見るとスイッチを入れてくれるかもしれない、うんうん、ちょっと我々映像でしか見てないから ね、ちょっといろいろあることないこと言っちゃったかもしれませんけどもね、はい、ぜひぜひ皆さんも、ね、あの見に来て楽しんでいただきたいでございます。そう、本当の楽しみはあなたの目で確認するが良いです。はい、ということでお後がよろしいようで、はい、この辺で結構なお手前で、はい、結局お茶でした。じゃあそろそろお時間ですね、はい、ではまたいつの日かお会いしましょう。